ビネット TV 声優チャンネル声優。皆さんこんにちは。23期の頼れる妹かなちゃんこと大久保かなです。そしてはい、女なりしてるけど心は乙女だ、ルフィことマサです。2人合わせてクローリングです。よろしくお願いします。はい、もう秋ですね。そうですね。はい、スピー、秋といえば何でしょうか。秋といえば、やっぱり食欲の秋ですよ。違いますね。どうですか、西洋文化の秋といえば。あ、芸術の秋ですか。あ、ごめん、言っちゃった。なんで私が言ったこと言うのかな。ごめんね、悪いわ。思ってないけど。まあ、まあ、今回は、気を取り直していきましょうね。はい、今回は、その芸術の秋、私たちのね、はい、代名詞ですけれども、ベストパフォーマンスライブの魅力をお届けしようという企画になってます。そろそろそんな時期になりますか。なります。早いもんですね。これは伝えるしかありませんよね。ね、皆さんね、今日やけにテンションとかね。ありましたかね。私、ベストパフォーマンスライブが一番大好きなイベントなんです。だからこのベストパフォーマンスライブを熱くお届けするしかありません。あー、でも熱くするっていうのはちゃんとね、落ち着いて魅力をお届けするんで安心してください。しますよね。さてまず、はい、ストパフォーマンスライブとはと思う方が多いかもしれません。そうですね。ということで次ご説明をお願いします。かしこまりました。ベストパフォーマンスライブは通称ベスパと呼ばれており、声優学科の2年生と1年生が全員集合するイベントとなっております。このベストパフォーマンスライブしか他の学年でできないので、とてもビッグなイベントとなっております。はい、それでこのベストパフォーマンスライブ一体何をするかと言いますと、はい、日頃の授業の成果を発表する場となっております。例えばダンスだったらフォーメーション付きでこんな感じで披露したり、パントマイムだったら体の使い方やジャグリングなど普段みんなが授業で学んでいることを発表する場になっております。さあ、今年のベストパフォーマンスライブ披露するのは2年生、日本舞踊、朗読、パントマイム、ボーカル、ジャズダンス、MC のロッコと、1年生が朗読、ダンス、MC の3個となっております。はい、私たちもね、今練習中なんですけど、ベストパフォーマンスそうですね、もうワクワクドキドキしながら、練習に励んでおりますので、ぜひぜひお楽しみにしてみてください。はい、さて今回はこのね、たくさんある演目の中から2年生のパントマイムをお届けしようと思います。いいですね。じゃあ早速インタビューをしていきましょうね。はい、こちらの動画スタート。栗原です。ベストパフォーマンスライブの見どころを、皆様にお伝えしたいと思います。まずは A クラス。 A クラスは、まあ、10月、だんだん 肌寒くなってまいりましたが、そんな中ほんのちょっとだけゾクッとしていただけたら、嬉しいなと思います。そんな作品です。皆さんこんにちは。2年 A クラスの山本圭人です。A クラスでは、本番に向けて毎日たくさん練習をしてきました。皆さん本番でどんなことが起こるのか、その目で確かめてみてください。あ、ベストパフォーマンスライブの意気込みは、A クラスのパントマイムはちょっとゾクっていうか怖い感じなんで、その恐怖感煽りつつ面白くできたらいいなと思っています。頑張ります。楽しみにしててね。はい、A クラスのインタビュー動画をご覧いただきましたけれども、そうですね、私たち A クラスなんですけど、そうです、はい、どうですか練習の調子は。いや、自分結構体動かすのが苦手っていうのは硬いですよね。そうです、硬いんでちょっとね、まあ自分なりには頑張ってるんですけども、まあ皆さんに披露できるようなものをね、しっかり作っていきたいですね。彼女はどうですか。私たちのね、この A クラスの物語の題材が、まあ、不気味な館というか、まあそうですね、ゾクッとするような話になってるので、その不気味な感じをね、出していけたらいいなって思っております。はい、じゃあ続いて B クラスのインタビュー動画スタート。栗原です。B クラスベストパフォーマンスライブの見どころ、B クラスはとにかく楽しく、見る側も演じる側もとにかく楽しく、やりたいと思います。皆さんも楽しんでください。2年 B クラス久保田敦です。
私は今回 AD としてさぬきくんと一緒にこの舞台を盛り上げていきたいと思います。お楽しみに。声優学科2年 B クラス、さぬき光一です。 2B クラスのパントマイムの演目のタイトルはパントマイムですか？はい、そうです、というタイトルになっております。タイトル通りめちゃくちゃパントマイムっていう感じのものではないですけれども、お客さんも僕たちもみんな楽しめるように頑張りたいと思います。頑張ろう。はい、 B クラスの動画をご覧いただきました。 B クラスはね、なんか私たちそうですね、全然違った雰囲気のものをするので、はい、楽しみですね、はい、僕たちもあまり B クラスの方見れてないので、見れてないのでね、どんな感じになってるかちょっと、ね、楽しみにしてます。頑張ってね B クラス。はい、どう。さあ、そうそう、声優も終わりの時間に近づいてきましたが、そうですね、はい、皆さん多分オープニングからその服装気になってるんじゃないかなって思うんですけど、私たちもそうですね、前回と違うのですからね、こちらもね、説明させていただけると思います。私たちがオープニングから着ているこの服装なんですけれども、ベストパフォーマンスライブのどこかの演目で着ている衣装の一つになっております。どこで着ているかは皆さんその目で確かめに来てくださいね。まあ、はい、それではベストパフォーマンスライブの宣伝をしてお別れです。はい、10月17日に勝利バリオホールにて開催されますベストパフォーマンスライブ、これを見れば勝利声優学科の授業が全て丸分かり、そんなビッグイベントとなっております。入学して半年の1年生、1年間学んできた2年生、それぞれの学年が少ない時間の中でどれほど素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるのか、皆さんのその目で確かめに来てくださいね。観覧については観客数を減らしてのご観覧になる予定ですが、今後の状況によっては変わりますので、学校のホームページもしくは公式ツイッターをフォローして情報をお待ちください。まだまだ走り続ける勝利声優学科をこれからもお伝えしていきますので、お楽しみに。はい、それでは次の声優でお会いしましょう。今日はミネット TV 声優チャンネル声優バイバイ。I like it.